メチルシトシンは DNA 塩基の一つであるシトシンがメチル化されたもので遺伝子の転写調整をはじめとする様々な生命現象等に関与している。シトシンがメチル化されると転写プロセス自体には変化はないが特に真核生物においては遺伝子発現に変化が生ずる例が知られておりこの分野の研究はエピジェネティクスと呼ばれる5メル C は DNA メチルトランスフェラーゼによるエピジェネティックな就職により生成される。5メートル C とヌクレオシドが組み合わさった状態はのメチル七人であり、この状態で DNA に組み込まれている。5メートル C では、メチル元は6カン管の図の6次方向の窒素原子から半時計回りに数えて5位の炭素原子に付加される。このメチル元は、 シトシンと5メートルシートを区別する特徴である。1898年、結核菌から細菌性毒素を管理しようとしていた時、新たな核酸が発見され、ツベルクリン酸と命名された。この核酸は、チミン、グアニン、シトシンとは異なるメチル化された塩基を持つヌクレオチドであった。1925年、少量のメチル化シトシンが、 スベルクリン酸の硫酸化水分解物として生成された。この報告はピクリン酸結晶の光学特性のみに基づいていた。上、他の科学者たちに再現できなかったので酷評された。しかし1948年、孔子矯戦の DNA から従来のシトシンやウラシルとは異なるメチルカシトシンがペーパークロマトグラフィーにより管理され、存在が決定的となった。 それから70年後、RNA 分子中に一般に存在することが明らかとなったが、正確な役割は不明であった。この物質の機能は、生物種により大きく異なる。シトシンが自発性に脱アミノ化すると、裏ルとなり、DNA 修復酵素により除去されるが、一方で5メートル C が脱アミノ化すると、ミンを生じる。この塩基の転換は、 延期転移型突然変異を引き起こしうる。加えて、アップベックファミリーの酵素によって引き起こされる、シトシン及び5メートルーの脱アミノ化は、細胞内のプロセスや生物種の進化に関与している、可能性がある。一方で、5、ヒドロキシメチルシトシンの脱アミノ化の意義や詳細は、不明である。アショウさん等によりも、メチルシトシンから NH2 基を除去すると、ミンを生ずる。 同じ条件下で、シトシンが、脱網の化すると、ウラシルを生じる。5、メチルシトシンからの脱網の化によるチミンの生成シトシンは、10アリウ酸処理で、脱網の化されるが、5メートルーは、脱網の化されない。この性質を利用して、10アリウ酸塩シ,オシークエンス技術により、ゲノム中のシトシンのメチル化パターンを解析することが、できる。5メートル C のメチル元は、 DNA メチルトランスフェラーゼを介して、ゲノム DNA 中のシトシンに付加される。ヒトゲノム中では、DNMT1、DNMT2、DNMT3A、DNMT3 バイト、および DNMT3 リットルの5つの DNMT が知られている。藻類および菌類には、DNMT4、DNMT5、および DNMT6 の3つが、さらに存在する。 DNMT1 には RFTS と 5mC マークの追加を触媒する CXXC ドメインが含まれている。RFTS は DNMT1 を DNA 複製の遺伝子座に導き DNA 複製中の娘作上の 5mC の維持を支援する。CXXC は DNA へのメチル化のデノーボーフ化のためのジンクフィンガードメインを含む。 多くの人の体組織において DNMT1 は支配的な DNA メチルトランスフェラーゼであること知られている。DNMT3A と DNMT3B は主にデノーボメチル化を担当し DNMT1 は複製後に5メートル C マークを維持する役割を持つ。DNMT は互いに相互作用してメチル化能力を高めている。例えば 二つの DNMT3 リットルは二つの DNMT3A と複合体を形成して DNA との相互作用を改善しメチル化を促進する DNMT の発現の変化は異常なメチル化をもたらす過剰発現することでメチル化の増加をもたらし逆に酵素を破壊するとメチル化のレベルは低下する Addition of ME チールグループ2シートシン負荷のメカニズムは次の通りである DNMT の PCQ モチーフのシステイン残機がメチル化されるシトシンヌクレオチドの炭素6に嗅覚攻撃を引き起こす。S、アデノシルメチオニンはメチル元を炭素5に供与する。DNMT 酵素の塩基は5位の炭素の残留水素を脱げプロトン化して5位と6位の炭素間の二重結合を復元し5、メチルシトシン塩基体を生成する。 シトシンが5メートル C にメチル化された後、複数のメカニズムを介して元の状態に戻すことができる。受動的な DNA 脱メチル化としては、DNA t によるメンテナンスを抑制することで、ゲノム複製を通じて徐々にメチル化シトシンを希釈化するというものがある。能動的な DNA 脱メチル化としては、酸化プロセスにより後、ヒドルキシメチルシトシン。 5ホルミルシトシン、および5カルボキシルシトシンに変換され、後者2つは、最終的に、チミン DNA グリコシラーゼおよびシトシンを復元するための延期除去修復酵素によって、ヌクレオシドから切断される。TDG をノックアウトした実験では、5HMC には、統計的に優位な変化を与えず、一方で 5FC は2倍の増加をもたらした。5メートル C、5HMC、 および 5FC への酸化反応はテト、ファミリージオキシュゲナーゼを介して発生する。この酵素は5メートル C を優先的に処理し、テト2では 5HMC および 5FC 変換の初期、反応速度は4.9から7.6倍遅くなる。テト2は保因子として FE、基質として酸素および α、ケトグルタル酸が必要であり、後者の基質はクエン酸でヒドロゲナーゼによって、 異足塩酸から生成される。悪性腫瘍においては、αKG と競合するにヒドロキシグルタレートを生成して、テッド活性を低下させることで、5メートル C から5、HMC への変換を低下させている、可能性が報告されている。癌細胞においては、ゲノム DNA は過剰メチル化状態や低メチル化状態になることがある。過剰メチル化の例としては、遺伝子プロモーターと重複する。 CPG アイランドがデノーボメチル化されることで通常腫瘍の増殖阻害に関連する遺伝子の異常な不活性化を引き起こすものがある。癌細胞では正常組織と比べて DNMT1 や DNMT3A、DNMT3 バイトの発現レベルが高く、これらは癌の5メートル C の異常なレベルに関連している。サテライト DNA、ルー配列、 および長い散在反復配列を含むゲノム中の反復配列は癌細胞において低メチル化されていることが多く通常は発現しないはずの遺伝子の発現をもたらすためその発現レベルは多くの場合で主要進行の重要なマーカーになっている高メチル化と低メチル化の間には 関連があると推測されており、例えば DNA メチルトランスフェラーゼの過剰活性による異常な5メートル C メチル化の増加は、エピジェネティックな修復の一種である脱メチル化によって保証される可能性がある。しかし、メチル化の除去は非効率的であり、ゲノム全体の低メチル化のオーバーシュートをもたらしうるし、またその逆もあり得る。低メチル化領域における遺伝子の過剰発現は、 ゲノム全体の高メチル化により抑制される可能性もある。このようなン細胞の顕著な特徴は、ン細胞とその周囲の微小環境内の両方で5メートル C を変化させる構成的変化を通じて獲得されている可能性が高い。エポゲネティックエイジとは年齢と DNA メチル化レベルとの関係を指す。クロック CPG と呼ばれる。 特定の CPG 領域における DNA メチル化のレベルと特定年代集団におけるゲノム全体のメチル化率の典型的なレベルを回帰するアルゴリズムを組み合わせることで構成的年齢予測が可能になる。若者の場合、DNA メチル化の変化は発達と成長が進むにつれてより早い速度で発生し、高齢になると変化が遅くなり始める。 エピジェネティックな年齢の推定方法は複数提唱されている。ホルバートの時計では複数組織由来の353個の CBG セットを測定する。このセットでは半分は年齢と性の相関があり、残りの半分はエピジェネティックな年齢を推定するために負の相関がある。ハナムの時計では成人の血液サンプルを使用して71の CPG サイトの直行ベースに基づいて年齢を計算する。ドナムファナチとして知られるデビンの時計は513の CPG サイトに依存しており死亡率と寿命を予測する際に他の年齢推定手法を上回ったスコアを出しているが非血液組織にはバイアスを示している。また、エリベルに遺伝子という一つの CPG のみのメチル化状態をもとにした。 年齢推定期の報告がある。年齢の推定により5メートル C のメチル化マーカーに基づいて個人が影響を受ける可能性のある年齢に関連した状態の予想から寿命を予測できる。ありがとうございます。